京ドームです。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対広島東洋カープの10回戦です。解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ、まもなく試合が始まるわけですが、西さん、試合前というのはビデオをチェックしたりデータを集めたり、西さんは結構そのデータ重視されるタイプでしたか？まあ、一応ね、相手のデータを見ながら、試合に臨みますけれども、まあ、どのチームもちゃんとミーティングをして試合に。西さん、各球場特徴があるかと思うんですが、選手にとってはやりやすい球場、やりにくい球場というのはあるんですか？当然それはね、あるんですよね。ボールの見え方も違いますからね。まあ、自分でも得意とする球場は分かってますよね。やはりそうですよね。カープ、マウンドに上がるのは先発の野村。どう立ち向かっていくのか注目です。バッターは長野。昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。変化球空振り。小宮山さん、両投手の立ち上がりをご覧になっていかがですか？いや、もう素晴らしいですよね。なかなか思うようにバット振らせてもらえませんから。好調な両ピッチャーの投げ合いです。初球ストライク。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど。さあ、何を選択してくるか。藤原さん、伸びていく。どうだどうだ。レフト深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。ストレート。さあ、ジャイアンツ先制のピンチを迎えています。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。なるほど、そうですね。まあ、ただピンチでも落ち着いて投げられるピッチャーですから、簡単に打たれはしないですよね。レフトに強い打球。さあ、いい当たりが飛んでいる。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。1点を先制しました。フェンス直撃のタイムリーヒット。1対0、ジャイアンツなおもピンチです。小宮山さん、先制点を奪われてしまいましたが、いかがでしょう？そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。なんとも痛いし。小宮山さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが、粘ってほしいですよね。まあ、そうですね。ただ、まあ、どうでしょうね、ぼちぼちその交代ということもちらつき始めている感じですかね。ベンチの動きにも注目です。低めはボール、ボール先行です。打ちました、坂本。アウト、ワンアウトです。そして鈴木、この打席でホームランを放てば今シーズン20本。打ちました、破りました、センター前。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁一塁。勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。西さん、1点を争う好ゲームでしたね。見ているファンも満足したんじゃないでしょうかね。本当ですね。よく点差を守りましたよね。まあ、見ているファンもね、本当に満足して帰れると思いますよ。そのいい流れ、明日も期待しましょう。やっぱジャイアンツ強いな。ジャイアンツ、接戦をものにしました。一方のカープですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。